はい、朝からちょっとお願いしましたね。三甲岩の資料館の方をね、見せていただきますけど、はい、ここは資料館でございます。はい、ありがとうございます。だから上がらせてもらいます。失礼します。マホロワ館、はい、ということはあの JR みたいな名前ですね。JR マホロワ線やったかな。薬のマホロワ館っていって、まあ、あの美しい場所とか優れたって意味ですけどね、はい、マホロワっていうのはね、はいはい、まあ、そういう名前をつけて、まあ、ちょっと、はい、で映画が映画のコーナーがあって、はい、で三甲岩の原料の生薬を見ていただいたり、はいはい、あるいはいわゆるその基本的には置き薬ですね。あ、置き薬、薬屋さんじゃなくて。はい、置き薬のメーカーなんですよ。だから薬局には基本は卸していないんですけど、今あの試験的にいくつかの店舗で、はい、あの調剤薬局で。はあ、そうなんですか。いやいや、三甲岩さんの商品をよく見ます。なんか黒いなんか瓶入った分でしょ。瓶はねあんまりないんですけど、大概はあの箱ですね。箱に。あの瓶はどこからなの。黒い瓶もあるんです。瓶もあるんですけど、これぐらいの、これぐらいの瓶で、はいはいはい、はい、入ってないのがここにありますので、例えばこの資料館のパンフレットですね、はい、ここにあります。それからこれがね今ね限定なんですけど、はい、毎年あの会社で新納祭ってやるんですよ、はい、薬の神様のお祭りなんですけど、はいはい、鴨つば神社ってあの五世の古い神社があって、そこの宮司さんに来ていただいて、はい、社長の家でねお祭りやるんですよ。お祭り、社長の家で、ご自宅で。自宅で。あ、中なんですか。はい、あ、そうですか。はい、いや、あの道路に出ていただいて100メートルぐらい行ったところにあるんです。近くなんですね。はい、ありがとうございます。そのお祭りのアマビエってご存知ですかね。え、アマビエ、コロナ退散でね今ね、はい、すごい話題になってる可愛らしい動物なんですけど、まあ、はい、想像上の動物です。足3本なんですよ。はい、すごいですね。これが今ヤタガラスみたいなね。厚労省で今一生懸命やってるスマホのアプリで、はいはい、コロナ感染何でしたっけ。ここで7分間上映させていただくんでね。そうですね、はい、あの薬の歴史の、まあ、奈良の薬のに関わる4人の人物を順番に出てくる映画なんですけど、はい、この大神王さんでございますね。有名な神様で、はい、中国の伝説上の帝王。帝王ですね。面白い神様で、敵屋さんの神様でもあるんですよね。おお。だからこれセンブリって苦い薬ですね。あ、これで三根ができる、ね、この4つですか。はい、センブリと、これは経費、これはシナモンですね、はい、シナモンって言った方が分かりやすいと思う。あの、京都の八橋とかに入ってる香りがいいやつです、ね。ああ、香りですね。これが大バク、これはね、はい、ダラニスケの原料です。これダラニスケはほとんどこれで作るって。これ作ってるんですか、ね、木の皮なんですけどね。どっちかって言ったら腸にいいですね。下痢が止まる。ほう、こんな普通の人わからないね。まあね、下痢が止まるって言ってもその700年前から分かってあるのすごいね。ダラニスケはねもっと古いと思いますよ。ダラニスケはもう1000年以上前から作られてる薬だと思いますね。でこれが肝臓ですね。はい、これは漢方薬大概使いますね。甘いんですよ。砂糖の、ね、100倍以上。はい、100倍、ええ、砂糖の。この4種類で三甲岩ができる、はい、で一番左は何でございますか。これは三甲岩って黒い岩薬なんですけど、はい、炭の粉ですね。これはちょっと水に溶かしてあるんでこういうふうになってますけど、はい、動物系の生薬ですね。角が多いんですけどね、動物は。これがお薬になるんですよ。この鹿の角がですか。そうですね。鹿じゃないか。これね、これはあの鹿に見えるんですけど、実際はまあ厳密に言うと牛化なんですよ。はい、牛化、はい、まあ見た目シカシカカジカってね、はい、中国大陸の鹿。あ、全然違うんですね。よく似てますね、角の形がね。奈良の鹿でも効き目あると思うんですけどね、はい、一応これ厳密に言うと中国大陸の。お、こんな色を使うんですね。あとこれは一角獣って言って、北極海とかベーリング海。これ海の生き物じゃないんですか。え、海の。そうですよ、小型のクジラ。海の生き物も使うんですか。これの牙なんですよ、はい、これね、角が見えるけどね。口からピューとこの、はい、あの一本だけ飲んでるね、はい、これは薬になるんですね。こんな大きいんですか、一角の角で。大きいですよ、結構重いですよ。これ2メーター以上ありませんか。これありますね。へえ。これは割と立派な方ですね。もう今ね、はい、でもワシントン条約でこの絶滅危惧種。あ、あかんです。ちょっと触らせてもらっていいですか。いいです。いや、初めて触りました、はい、こんな。
もう今手に入らないですね。はい、あ、ものすごくお値段もしますよね。これは今数百万一本で、また綺麗な庭園で、これはあのやっぱりそのだいぶ古くからの庭園なんですか。ここはね、はい、平成になる時に資料館作ってるんですよ、はい、昭和から平成になる時だから、はい、これあれスマホのアプリの、あ、今見せてもらったあれですね、これが江戸時代に描かれた絵なんですよ、はい、そのかわいいね。おお、これはすごいね。これは少年神社ね。まさかこうやって今あの薬を持って家庭に回れたんじゃないでしょ。昔は こういうこれは戦前ですね。戦前デッチさんがで、あのいわゆるその梅子さんかり、こういう五段重ねの柳氷ってやつですね。ちゃんともう考えられて、もう使用のもきちっとなってるね、おそらくね。これを担いで回ってはったんですか。そうですね、これはね、昭和28年、はい、九州で撮った写真なんですけど。九州でこれ、鹿児島で撮った写真って聞いてますよ、ね、ほんじゃこの今持ってらっしゃる方は、このお宅の社員のさんの方、あのね、はい、あのうちの社員じゃなくて、うちと契約してる置き薬の業者、あの なんていうんですかね、販売会社さんですね。反社って言ってますけど、はい、うちの薬を卸している委託販売してもらってる置き薬の業者さんっていうのが、はい、今でも150社ぐらいあるんですよ、はい、で北海道から沖縄までずっと。うちに米だけで会社のところに吊るしてたんじゃないですか。徳城って書いてるから。そうですね、くず村とかですね。ここに、ああ、こちらの会社の方に、これ、はい、あれがあれですね、業者さんが持ってた看板、販売、いわゆるお気に入り屋さんにこういう看板を渡すわけですね。ああ、いいですね、これ。これ金看板ってですね、あの売り上げの多い業者さんはこれを渡してたんですね、はい、でここにね、もう一個あるんですよ。今、向こうの最初に来られたあそこの事務所の玄関とかに置いてあるんですけど、はい、黒い看板、普通の看板と、ありがとうございます。病気から守ってくれる神様の手物です。神様ですよ、ありがとうございます。可愛いね。可愛く作ってもらった。本来小網ですね。おあの農家のね、はい、次男坊とか三男坊が集めて、はい、でお給料も一番もらえるし、ご飯も食べて、はい、だからすごく喜んだんですよ。であの夕方になって仕事終わると、学校の先生来てくれて、こういう勉強を、はい、勉強もできて、すごいですね。三高岩学校っていうあだ名ついちゃったぐらい。はあ、経営された方が非常に熱心やったよね、いろんなことに対して、ね、そうですね。だから これから卒業してね、立派な、はい、あの配置室、はい、でこの中に炭の粉を入れて、はい、ザーッザーって根気よく何時間もかけて、そうすると人の手で粉が、人の手で、そうですね、はい、はあ、今は機械が全部ありますから、はい、あ、今はもう人の手はないですね。河原まである、ね、なかなかね、苦労話がいろいろあるみたいですよ。はい、あ、わしらに言いましたら、四角に折りが一番簡単にあるかと思うけどね。うん、これね、そこの折り方がね、独特なんですよね。これ定価が書いてあるんですけど、3銭昔は7銭10銭15円30円50円100円、こんな安いんですか。まあでもその時代ですからね、多分ね、このね、いや薬やからもっとするか思ってます。この明治の終わりなんですよ、はい、定価3銭は高いと思いますよ。今の感覚だとね、500-600円。あ、そろばんがあります。え、5玉5玉のそろばんね。5玉珍しいですね。これ昔のやつですよね。これは国宝級ですよ、5玉。いやいやいや、すごいですね。いい話ありがとうございます。だから昔のそういう人たちが三高岩をね、支えてくれた、はい、一場所で8本、だから50万円な、6万円か。今ね、値上がりしたと思う。流れを組む人たちが昔はね、おお、これでも今のカラー印刷の綺麗やん。そうですね、なかなかいいですよね。いやー、すごいわこれは。これも、あ、そうですか。熊本で、小さい頃ね、こんなやつをね、こうやった記憶ありますわ。あ、九州は行ってるから向こう行ってます。いや、もらったやつまたもらってきやった。いや、袋だけね。袋だけ、いや、あの、はい、スポンサーサービスなんですよ、これ。あ、なるほど、ね、記念になりますもんね。そうですね、ありがとうございます。
ほんで、あちらの方にいろいろ赤いのが見えますけど、神社ですか？あれは鳥居ですね。お社がね、3社あるんですよ。はい。全部お稲荷さんなんですけどね。はい。名前それぞれ違う。お持ちください。はい、ありがとうございます。これと。よかったら、これも。はい、この宣伝性がこれ、こっちがいいな。どっちでもいいですよ。こっちがな。はい。これとこれと。はい。資料、これ、もらっていいですか？あ、ここにあるのは全部自由に。これと、もらっていこう。はい、それ資料館のパワーですね。これだけね、資料館の3部と